あんなレジェンド2人に試合してもらって負けましたけど、自分にとっていい経験になったと思います。今度はこのレジェンドを倒せるようなレスラーに必ずなります。師匠を超えるのは弟子の務めなので、八木の欠場で急遽自分にすごい当たることのないね、ヒロ斉藤選手との試合が決まったって、すごい嬉しかったです。はい、久しぶりに若手の時以来だと思いますけども、ヒロさんと、はい、肌合わせたのは。しかし全然自分もペース逃げれなかったというか、はい、まだまだ、はい、まだまだなんだなと、はい、痛感しました。はい、まあ戦闘もね、食らっても返せるだけの余裕はあったんですけど、残念ながらそうなんです。戦闘をね、もらうチャンスがなかったんで、はい、もう一回やりたいですね。はい、まあ、まだまだ勉強することはあると、まだまだ自分ね、成長する伸びしろがあるんじゃないか、あるんだと、はい、ヒロさんと試合を通じて感じました。はい、まだまだ成長期、まだまだ第2次第3次第69次成長期までまだまだ伸びていくと思います。はい、ありがとうございます。佐々木さん、佐々木さん、佐々木さんじゃないよ、佐々木さん、ありがとうございました。あ、どうも、すいません。いや、もう何年ぶりかにこうやってタッグですよね。1年ぶり、この間はみんなで組んだけど、やっぱり2人でタッグっていうのはなかった。あ、じゃあ10年ぶり、何年ぶりよね、本当にありがとうございました。大丈夫ですか。結構見てて、まあ、ヒヤッとするとかありましたけど、まあ、でもまだまだ現役でこうやってあのリングでプロレスを試合してるっていう、ヒロさん、俺にとってはやっぱ先生でもありね、本当やっぱレスラーとして鏡でしたから、やっぱりこうして先輩と組ませてもらって、またすごく見ててやっぱ勉強になることばっかりがありましたし、本当尊敬してますけど、ね、もうまた機会があったらもっともっと組ませていただければ、はい、大丈夫ですか。いや、本当、俺が後ついてくるのに心配だよ、と。いやいや、もうちょっと先頭もっとガンガン食らわせてほしかったなっていうのはありますけど、あ、まあでも、斉藤さんって言ったらやっぱ先頭ですからね、やっぱもうすごい。先頭もここにあるよ。ここに他にもありますけど、いやでもやっぱここがあったかな、お客さんはやっぱ先頭ね、やっぱもう見たいっていうので多分持ってるだろうし、まあ、また今度は次回だったら、またよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、はい。